はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は京都さんが22年大考察ということでやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございまして、まあシータ書いてますけれども、簡単に落ちないその理由とかポジション別評価とか、あとは豊川選手にかかる期待とか、あとは予想スタメンとか、その辺もろもろやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということで、サブチャンネルの方では移籍最終評価ということをやっておりますので、よかったら動画概要欄からよろしくお願いいたしますということで、早速やっていきましょうかね。まず目次でございますけれども、こういう形で今回見てはいくんですけれども、本当見たいとこだけ、見ていただけたらと思います。もうここ興味ないよとかいうとこはどんどん飛ばしてもらって構いません。もう本当そこの見たいとこだけ見てもらって、ちょっとでも面白いと思ってもらったら高評価とかチャンネル登録をしていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたしますということで、早速やっていきましょうかね。まずこちら21年京都さんが昨年はまあ J2 で24勝12分け6敗という数字でございますね。ちょうど全部これ、4の倍数ですかね。4、6、24、3、4、12、6だけ違うか、6の倍数でこういう時は言った方がいいんですよね。なんで今4の倍数って言いましたかね。ということで本当綺麗な数字並んでおります。勝ち点84で2位ということで、本当素晴らしい成績残して、京都さんが J2 準優勝で J1 昇格を決めました。そして次こちら、今年の話をしていくと、まあ、最少失点、昨年 J2 最少失点の守備、このディフェンスのとこどこまで通じるか、まあ下書いてますけどもね、宇高選手、まあ、前線の選手をしっかり残すことができた反面、ちょっとやっぱバイス選手の、対談、ここはちょっとサブチャンネルの方でも触れているんですけども、まあ、本当最初はオランダに帰るとか、ね、そういうこと言っていたんで、まあ、京都としても、まあ、国に帰るのはこれは無理に引き止めらんねえよなって思ってたところに、まさかの岡山、西日本の方へ行くということで、これがね、西の方に行ってしまった、バイスではあるんですけどもさ、これどうなんだって、感じですね。まあちょっと何があったか分かりませんけども、まあしかしその他井上選手とか、あとアピアタイワ選手とかメンデ選手の獲得に成功したんで、まあセンターバックのとこは僕は問題ないかなと思いますけども、まあただ単純にちょっとバイスを J1 で見たかったっていう、ただのこうサッカー好きのおじさんとしての気持ちはもちろんありますけどもね。そしてもう J2 最高サイドバックと成長した荻原選手です。日本語おかしかったですね。J2 最高サイドバックの荻原選手、ここにかかる期待は大きいと思います。僕はまあ浦和レッズサポーターでやってはいるんですけどもね、浦和レッズサポーターとしては今年荻原帰ってくるだろうと思っていたら、また1年間京都サンガの方にまあお世話になるということで、本当ねここまで荻原選手を育ててくれて本当感謝しかないです。あんだけやっぱね荒削りだった荻原選手が J2 最高のこれ左サイドバックになったんで、僕としては嬉しいですけども、ただ開幕戦で京都とやるんで、もうちょっと僕の中ではテンション上がってますけどもね、はい。そしてまあ本当簡単に降格する姿は想像できないですね。こんだけやっぱいい補強、ね、していたら、まあこうそう簡単に最初からつまずいてそのまま立ち上がれずに終わってしまうみたいなことは想像つかないです。本当マルティノス選手とかそういう分かりやすい武器も入ったんでね、これはさどう使うか非常に注目ですね。そして昨年 J1 回チームは危機感、まあ、これは多分京都サンガのサポーターの方が一番見てくれてると思うんですけども、いやいやこれはね昨年 J1 でちょっと下位に沈んでしまったチームはちょっとこの京都サンガの補強には危機感を覚えた方がいいんじゃないかと僕は思ってます。それぐらい京都サンガの評価は僕の中で高いんですけどもね。そしてねポジション別評価ということで書いてますね。まあ、ゴールキーパー C っては書いているんですけどもね、正直読めないんです。これ実績になる上福本選手と、あとはまあこの生え抜きの若原選手ですね。この3人の三つどもえの争い非常に面白いと思いますので、これまあ一応ゴールキーパー C ってはしてはいるんですけども、まあ、面白さで言うと全然 A とか B とかでもあると思います。これまあ本当 B とかでもいいのかなって個人的に悩みはしたんですけどもね。そして、センターバック、まあ、センターバックのとこサイドバックも含めてですけどもね、ディフェンダーやっぱ B 評価、まあ、やっぱ井上は僕はね浦和レッズにも欲しいと思っていたというか、 J1 どこでもレギュラー取れんじゃないかって選手なんで、この選手の加入はまあ京都サンガとしても非常に大きいと思いますし、あとはメンデス選手ですね。この分かりやすい強さ高さのあるメンデスの補強というのも、非常に面白いと思いますので、これはまあ昨年は4バックで1年間やってきた京都サンガであるんですけども、まあ、試合展開によっては3バックもやれるメンツと枚数がいるんで、この辺もちょっとキャンプでどういう風に落とし込むか注目ですね。だからサイドバックも含めると、このね京都のセンター、もうこのディフェンス陣というのは非常に面白い選手が揃っているんじゃないかと
まあ、個人的には飯田選手に僕は期待しているというか、飯田選手好きな選手なんでね、まあ、サイドバックとかウィングバックとしてやれるこの飯田選手の活躍に僕はちょっと、期待をしたいと思ってもいるんですけどもね。そして中盤はやっぱベースは昨年のままですね。まあ、注目選手でいうと川崎選手とか福岡選手なんて聞きます。あと大前をどこで使うんですか、スイートップのどこで使うか分かりませんけども、この中盤に大前選手を置くと、まあ、ちょっと面白いかなと思うんですけども、まあただちょっとどうなんだろう、タイプ的にはやっぱもう一列前の選手ではあるんで、まあ、この真ん中ミッドフィルダー 4-3-3 の中盤ってイメージはないんですけど、なんか大前選手をこれ中盤で置くと面白い化学反応が見れるんじゃないかとか、ちょっとそこは僕は、ね、ポジション、まあ、本来のポジションとは違うと思うんですけども、ちょっと大前選手を 4-3-3 の中盤で見てみたいなってのもあるんですけどもね。そしてあとやっぱフォワードですね。フォワードで言うと、まあ、B 評価、まあ、タイプの違う、個性派集団、個性は集団になってますけど、これ、個性派集団の、打ち間違いですね、大変失礼しましたけども、個性派集団ですね。まあ、スイートップの、まあ、バランスが非常にいいですね。センターフォワードは、まあ、ピーター・ウタカー、ピーター・ウタカーも多分イメージと違うと思います。これ他のクラブのサポーターに話しておくと結構動きます。本当長期ジェ監督に変わってから今までのピーター・ウタカーと違ってどんどん積極的に動くとか運動量がだいぶ増えたんでね、これは面白いですし、まあ、あと山崎選手も加入しましたし、さっき中盤で使ってもいいんじゃないか中央前選手もいます。これは本当ワントップというかスリートップ中央のところは非常に面白いメンツが揃ってますね。そして、まあ、ウィングのところで言うと豊川選手とか、ね、マルティノスとか松田選手とか宮吉選手とか、この辺もタイプが違う面白いタイプがいっぱいいるんでね、ここも注目になってくるんじゃないかと、思いますけどもね。そして、スタメン予想のところになってくると、まあ、現状こんな感じですかね。4-3-3、昨年ベースで組んではいますけど、まあ、ゴールキーパーウッド選手か、まあ、若原選手の争いになるんじゃないかと思います。まあ、基本的にこれは、まあ、レギュラーと準レギュラークラス、2名ずつ基本的に書いてますけど、ちょっとフォワードのとことかは、悩んだんで書いてますけども、まあ、基本的には、まあ、上がレギュラー、まあ、2番手、下が2番手の選手っていう感じに、してはいますけども、やっぱり荻原は、まあ、フォーバック、十分今年もレギュラーでやっていくと思いますし、センターバックはまあちょっと左利きの浅田選手もいるんで、やっぱりその後ろからのビルドアップとか組み立てとか考えた時に浅田選手のこの能力というのも十分生きると思いますし、まあ、単純な守備力でいうとメンデスの方がまあ上かなって感じがします。ここはやっぱ状況とか、まあ、その日のコンディションとか狙いによって変えていくと思いますけども、やっぱりこれ面白いですよね。これフォーバック並び、見てみてもアピアタイバーも昨年まあベガルタ仙台で、まあ、試合経験積みましたもんね。結構まあちょっともったいないミスとかもあったんですけど、ポテンシャルはアピア対は高いと思うんで、ここの争いも非常に注目ですし、右がだから飯田選手と白井選手の争いになるんじゃないか、ちょっとやっぱサイドバックの層でいうと少し薄い感じもしますけども、まあ、しかし飯田選手のこれポテンシャルというか、ね、僕は飯田選手結構ね、今年の J1 ではサプライズ候補じゃないですけど、あ、こんなにいい選手がいたのかって多分ね、他のクラブのサポーターとか思うんじゃないか、それぐらい僕は飯田選手好きなんで、ちょっと注目、J1 でどんだけやるか注目の一人ですね。そして、ね、中盤アンカーはやっぱ川崎選手、まあ、昨年はボール刈り取り屋として本当大活躍した川崎選手、もしくは金子選手がアンカーで入るか、まあ、金子はアンカーもできますし、もう一列前で使うと攻撃的にもやれるんで、川崎金子この争いはちょっと注目ですね。そして一列前にはやっぱ武田選手とか控えに松田選手、まあ、ここ松田選手も中盤やったりとかしているんで、なんかこの京都サンガの選手って、まあ、フォワードだけども中盤やったりとかそういう選手も多いんで、ここはポリバレント性があって非常に面白いですね。そしてやっぱここにだから大前が来ればちょっと面白い化学反応が見れるんじゃないかっていう個人的なです、ね、本当個人的な、感覚はあります。これねどうなんだろうな、あんまり多分賛同は得ない気がします。本当あんまりどちらかというと大前そこで使ってもっていう、ね、声があると思いますけど、やっぱ守備のとことかいろいろ考えるとそこじゃねえだろうって思われるかもしれません。ちょっとただね点が欲しい時とかここで使ったりとか、ちょっと組み立てがうまくいっていないよねっていう時はちょっとここで見てみたいなっていうのがあるんですけどもね。そして3トップはまあさっきも言ったってご覧のような感じになります。まあ豊川にしてもマルティノスにしても途中からでも力出せるんで、まあ、豊川はちょっとね、僕はやっぱり鹿島時代とかオイペン時代とか見ていると控えからスーパーサブでバンバン点を取っていくイメージで流れを変えることができる選手なんで、豊川は僕はスタメンの力はあるんだけども、あえてまあ控えからスタートされて悪い流れを変えるとかそういう、ね、使い方しても面白いんじゃないか。ただマルティノスを逆にスーパーサブで使うともう本当に点が欲しい時にちょっと転んでしまう
まって起き上がらないとか、あれ割とストレスたまるんでね、負けていて点が惜しいでお前頑張れよって時にね、ほんと点を取るために途中から使ったんだけども、ちょっと、転んでしまってなかなか起き上がれないっていうのは、あれはなかなかストレスがたまるんで、そういう意味ではマルティノスがスタメンで、まあ豊川はスーパーサブ的に使うのもいいと思いますし、まあ、マルティノス豊川を後半からドーンとね連続で出すじゃないですけどもね、同時にマルティノス豊川選手の同時起用とかも面白いと思うんで、この辺はちょっと注目ですね。まあ、本当90分間のゲームコーディネートという意味ではこの2人をどう使うか注目ですね。はい、そしてじゃあトータル評価で言うと C 評価ですかね。まあ A から E の5段階評価でありますけど、もうまあ D とか E ではないであろうっていうのがやっぱりあるんで C 評価にしております。まあ補強は成功しました、間違いなく成功のこれは部類に入ると思います。まあ昨一番下に書いてますけれどもね、まあ、昨年の福岡の補強と少し似ているところがある。やっぱ J2 からしっかり補強してそれをしっかりチームに組み込んでいくとかね、そういうのがあるんで、ちょっと昨年の福岡の再現は僕は可能じゃないかと思っています。でもっと J1 でこのね個性を活かせるかっていうのはやっぱり長期J監督の手腕にかかっていると思います。で最初はやっぱり勝てるメンバーと思います。まあ J1 にも 4-3-3 やるチームでメインで言ったらば川崎フロンターレぐらいで、名古屋が試合の途中からまあ昨年 4-3-3 とかやっていたぐらいで、 4-3-3 メインウェポンでやってるチーム少ないんで、この京都サンガの 4-3-3 も対戦相手からしたらちょっとやりづらさもあると思いますので、割と最初の5試合は勝ち点積み重ねんじゃねえかと、思いますが、大体も6試合目とか7試合目ぐらいからだいぶ攻略され始める可能性もあるんで、まあ、6試合目以降どんだけ耐えることができるかとか、相手のこの分析とかをまあかいくぐることができるか、それを上回ることができるかっていうのが僕はあると思うんで、やっぱり最初の5試合ぐらいで勝ち点どんだけ積み重ねることができるか、まあ、最大5試合で、まあ、15勝ち点は15入るね、勝ち点15のうち6、7はやっぱり最初取ることができるかっていうのは一つ鍵になっていくんじゃないかと思いますね。そしてじゃあ注目選手で言うと豊川選手ですかね。まあ、さっき何回か名前出しましたけれどもね、やっぱり勝ち点0を1にできる選手であって、1を3にできるような選手、要はしっかり得点決めて勝ち点もたらすことができる、そういう選手でございます。でそれがやっぱスーパーサブ、そういう使い方することによって豊川は生きるんじゃないかと思います。もちろんスタメンで起用されても力は出せるんですけども、やっぱり試合展開によっては途中から出してっていうのもやっぱり豊川選手の場合は可能と思いますね。やっぱりこれなかなかね、レギュラーね、スタメンの力がある選手をまあ、あえて途中から出しても力がなかなか出せない、やっぱり試合の頭から起用することによって活躍できる選手とね、スーパーサブ的に活躍できる選手ってまたこれ能力が違うんで、まあそういう意味ではこのスーパーサブといえる、まあ本当貴重な選手の一人じゃないかと思いますね。豊川そこは期待ですね。だから本当勝負強さ、まさしくこの勝負強さに豊川選手僕は期待しているとか、まあ、京都サンガのサポーターはそこを期待している部分もあると思うんで、まあ、この豊川選手がどんだけ勝ち点をまあ増やすことができるかっていうのはやっぱこの豊川選手次第になっていくと思うのを期待したと思いますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルの筒の方、チャンネル登録します。さら。